ビルヘルム・マリヌス・アントニュース・ヤンセンは、オランダ・ロッテルダム出身の元同国代表サッカー、選手、サッカー指導者。1974年リヌス・ミケルスに率いられた、オランダ代表で、トータルフットボールを体現した一人。現役時代は、守備的なミッドフィールダー、あるいは、リベロとして活躍した。1965年、 地元のクラブであるエールディビジンのフェーエノールトと契約し、MF として、ビレム・ファン・ハネヘムや、フランツ・ハジル・ラトプレイ、4度のリーグ1度の、KNVB カップ優勝、1969年から1970年シーズンの、チャンピオンズカップ、1970年、インターコンチネンタルカップ、1973年から1974年シーズンの、 UEFA カップ制覇に貢献した。また代表では、1967年10月4日、欧州選手権予選デンマーク代表戦で、代表デビュー、以来65試合に出場。1974FIFA フフワールドカップと 1978FIFA フフワールドカップの2度の W 杯決勝進出に、貢献した。1980年、 北米サッカーリーグのワシントンディプロマッツへ移籍、ヨハン・クライフラとプレーしている。同年12月にはオランダに戻り、アヤックス・アムステルダムでプレーし一度のリーグ優勝に貢献し1982年に引退した。引退後はフェーノールトに戻り指導者として、1987年から、ベルギー一部のスシーロケレン監督として活躍。 その後エールステディビジノスヒーダム VV でテクニカルディレクターに就任した。1990年から1993年までフルスフェイエノールトでテクニカルディレクターを務めた。その期間中、1991年成績不振によるギュンター・ベングソン監督解任。1992年、ハンスドルジ監督の体調不良に伴い二度暫定で フェイノールト監督を務めている。1992年、KNVB カップ優勝監督。1994年、レオベーンハッカー監督の下サウジアラビア代表アシスタントコーチとして活躍した。1995年、ハンスオフトの紹介で、J リーグサンフレッチェ広島監督に就任する。前年サントリーステージで優勝し4から4から2で、 戦っていたチームをオランダ型3の4の3に変え、トータルフットボールを目指すものの、あまりにも戦術を変えすぎたためチームがついていかず、リーグ戦では低迷した。が、天皇杯では面目役上し、2年連続で決勝へ進出させている。1997年、スコティッシュプレミアリーグのセルティック監督に就任。ライバルチームである、 グラスゴーレンジャーズ FC の10連覇を阻み、セルティックに、久しぶりに、リーグ戦優勝をもたらした。同年スコットランド最優秀監督賞に輝く。しかしファーガース、マッキャン球団取締役との圧力により1、シーズンで同チームを退団する。2002年、ハンス・オフトが、J リーグ、浦和レッドダイヤモンズ監督に就任したのに伴い、アシスタントコーチを務めた。 その後はオランダに戻り2005年からフェーエノオルトでテクニカルアドバイザーを務めている。2008年にヘルトヤン・フェルベーク監督就任に伴いアシスタントコーチを兼務するもチーム成績悪化からフェルベークは解任されるとテクニカルディレクターのピーター・ボスと共に連帯で辞任した。2011年8月その経験を変われ フェイノールトの育成スーパーバイザーとして復帰した。ありがとうございます。